グッドタイミングですね。今焼きたてのパンを並べたところですよ。本当？やったー。どれにしよう。全部美味しそうで迷っちゃうな。今日はこの近くでロケなんだ。だからいっぱい食べて元気つけようと思って。そうなんですね。あ、そういえばこの前バラエティ番組のロケにもアスパレ出てましたよね。桜綺麗でしたね。あや先輩もすごく可愛かったです。本当？なんか照れちゃうな。ありがとう。なんていうか、アスパレが話題の中心になってて見てて嬉しくなっちゃいました。あ、それはね、ひなちゃんと千里ちゃんのおかげなんだ。二人がそういう流れを作って、私にも見せ場を作ってくれたんだけど、盛大に失敗しちゃって。あのシーンは特に可愛かったですよ。あや先輩の良さすごく出てたと思います。そうかな。でも実は私、別の現場でも同じような失敗をしちゃって。そうなんですか？うん、クイズ番組で千里ちゃんが答えやすい問題を振ってくれたのに、早く答えなきゃって慌てて答えが飛んじゃったり、番宣で番組名を間違えて撮り直しになっちゃったり。毎回盛り上がりはするけど、いつも思ったようにできないんだよね。それでもちゃんと番組が盛り上がるならいいと思いますけど。ううん、それだっていつもみんながフォローしてくれるからだもん。私もちゃんと狙い通りのことができて、ひなちゃんや千里ちゃんみたいに現場の流れを作れるくらいにならなくちゃ。あや先輩すごいですね。え？だって今でもすっごく頑張ってるのに、さらに上を目指してるんですもん。きっとあや先輩のそういうところにアスパレのみんなも影響されてると思いますよ。ポピポもそういうところあるんです。ほら、うちのかすみも。って、すみません、なんか私の勝手なイメージでいろいろ言っちゃって。ううん、全然大丈夫だよ。むしろ参考にしたいから、もっと聞かせてほしいな。かすみって一度こうと決めたらそれに向かって走り続けるんですよね。そんなかすみに私たちも引っ張られて、気がつくと夢中になってるっていうか、そういうところがあや先輩と似てるなって思って。私がパスパレのことを引っ張ってるか。みんなもそう思ってくれてたら嬉しいな。ありがとう、さやちゃん。なんか元気もらっちゃったかも。たとえ今は失敗ばかりでも頑張るって決めたんだもん。諦めずに頑張ればきっと理想に近づけるよね。私は私が今できることを全力で頑張ろうと思う。はい、頑張ってください。私もテレビの前で応援してますね。ありがとう。よし、今なら何でもできそうな気がする。この後のロケも頑張るぞ。それじゃ行ってくるね。え、あや先輩パンは？行っちゃった。今日のロケうまくいくといいな。